こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第130回、今回取り上げるゲームは、プレイステーションソフト、ヴァルキリープロファイルです。なお、前編の動画では、ストーリーの核心に迫るネタバレはしておりませんので、大変恐れ入りますが、コメントの際は、何卒ご配慮のほどお願いいたします。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。スターオーシャンシリーズなどで知られる、トライエース社開発の、北欧神話を題材としたアクション RPG。神オーディンの命のもと、神々の戦争を勝利に導くべく、主人公ヴァルキリーが人間界に降り立ち、戦いの勇者となりうる、死にゆく人間の魂を探し、その勇者たちを育て上げるゲームです。あえてシンプルに言うなら、神々の戦争のための、仲間探しと育成が、本作のシタルゲームの目的でした。それを、世界の終末が刻一刻と迫る、限られた時間の中で、なるべく効率的に行う必要がありました。そして、送り出す人材の能力などに応じて、神からの評価が下されることに。しかし、神々の戦争に送り出される、死せる魂となる人間たちには、当然のことながら、それぞれに死にゆく理由があり、現世に対する断ち切れない未練がありました。奴隷、人身売買、戦争、貧困と差別。中世風の時代観による、人間の住む世界は、様々な不条理に満ちています。本作は、その不条理な世界の中で、無念の死を遂げていく者たちの、いわば、悲哀に満ちた群像劇という側面もありました。直感的なボタン操作で、一見シンプルに見えるけれど、実は奥の深い戦闘システム。ようやく一人前に育て、それぞれに思い入れのある、エインフェリアと呼ばれる勇者たちを、オーディンに献上しなければならないというジレンマ。主人公の神に対する献身の先には、一体どのような運命が待ち構えているのか。当時のテレビ CM はこちら。それでは続きまして、ゆっくりの、ヴァルキリープロファイル、1分間、物語序盤のあらすじ解説。物語のプロローグ。プラチナという少女は、両親によって身売りに出されそうになっているところを、幼馴染のルシオと共に逃げ出しました。しかし、スズランの花の毒によって、プラチナは命を落とすことに。あまりにも辛かった人生の記憶を、すべて忘れてしまいたいという言葉を残し、プラチナの短い人生は幕を下ろしました。一方、舞台は変わって、神々の住む深海ヴァルハラ。女神ヴァルキリーは、神オーディンに呼び出されました。話によると、もうすぐ世界の終末ラグナロクが訪れ、オーディンたちアース神族と敵対関係にある、バン神族と呼ばれる神々も、何やら不穏な動きを見せているとのこと。オーディンは、来たるべき戦いに備え、戦力が必要であると告げました。そこで、ヴァルキリーには、人間たちが暮らす下界ミッドガルドに赴き、戦いの勇者にふさわしい、死にゆく人間の魂を探す使命が与えられます。ちなみに、本作と同年に発売された主なソフトは、ファイナルファンタジー8、サイレントヒル、サガフロンティア2、エースコンバット3、セガレイジリ、俺の屍を越えて行け、グランディア、ペルソナ2積み、聖剣伝説レジェンドオブマナ、クロノクロス、バイオハザード3、フロントミッションサードなどです。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、限りある時の中で。本作を手掛けた中心人物の方々は、もともとは日本テレネットというゲーム開発会社に所属していました。そこで、テイルズ・オブ・シリーズの第一作目にあたる、テイルズ・オブ・ファンタジアに携わった後、独立してトライエースという会社を設立することになります。そして、オリジナルタイトルのスター・オーシャンを経て、本作ヴァルキリー・プロファイルが作られました。
本作でディレクターを務めた五反田さんのお話によると、当初バルキリープロファイルは、戦争シミュレーション的なゲームとして作られていたそうです。登場人物は、総勢100名程度を想定していましたが、それらはキャラクターというよりも、軍隊ユニットというニュアンスに近かったとのことです。例えて言うなら、プレイヤーが自分で育成した、競走馬のレースを見守るダービースタリオンのように、丹精込めて育てた軍隊ユニットが、深海で戦っている様子を見守るといった内容でした。したがって開発当初は、ゲームの舞台はミッドガルドではなく、深海での戦争がメインだったそうです。しかし、それではプレイをするのに、あまりにも時間がかかりすぎる上に、キャラクターの数が多すぎて、エインフェリアたち、一人一人の個性を描くことも困難でした。そこで、深海バルハラの戦争がメインではなく、エインフェリアたちの物語と、彼らの育成要素を、ゲームのメインに据える方向に転換したとのことです。ただ、人間界で育てたキャラクターを、深海に送り込んで戦わせるというコンセプトは、当初から核となるアイデアとして存在していました。そして、そのアイデアには、北欧神話がぴったりだということで、オーディンからの命のもと、バルキリーが戦いの勇者を集めるという、本作の根幹システムが形作られていくことになります。本作の題材となっている北欧神話は、ごくシンプルに言うと、オーディン率いるアース神族と、巨人族の争いによって、世界の終末ラグナロクがもたらされるという話です。両者が争うに至った原因は、巨人族の横暴に業を煮やしたオーディンが、巨人族の始祖である、ユミルを殺害したことにありました。もっとも本作では、巨人族との争いよりも、万神族という神々との戦いに焦点が当てられています。両神族が争うことになった原因は、一説によると、万神族が懇意にしていた魔女、アース神族が邪悪な存在であるとして、殺害したことが原因の一つであるとされています。そして戦争に至った後、やがて両神族は、互いに人質を差し出して和睦することになりました。しかし、アース神族が差し出した人質の一人は、簡単に言うと、あまりにもポンコツだったため、激怒した万神族は、アース神族のもう一人の人質を殺し、その首をオーディンの元に送りつけました。この時殺害され、オーディンの元に送りつけられたのは、ミーミルという名前の神です。オーディンは、ミーミルの首に魔法をかけ、言葉を話せるようにした上で、以後自分の相談役にしたと伝えられています。オープニングで、オーディンがバルキリーに任務を与える際、ユーミルの首のお告げにより、世界の終末ラグナロクが近いと話していました。したがって、このユーミルの首というのは、オーディンによって殺された巨人族のユミルと、相談役ミーミルを掛け合わせたキャラなのかもしれません。ちなみに、万神族からアース神族に送られた人質は、本作にも登場するフレイとフレイヤでした。北欧神話におけるオーディンも、エインフェリアと呼ばれる戦死した勇者たちを集め、最後の戦いに向けて軍事演習を行っていました。その戦場で死んだ者たちを、深海バルハラに送る任を担っていたのが、本作の主人公、ドイツ語でワルキューレ、英語読みでバルキリーと呼ばれる女性です。ちなみに、本名のバルキュリアは、かつての北欧の言語、コノルド語の読み方なのだそうです。そして、バルキリーによる、戦死した勇者たちを集めるという神話上のエピソードが、本作のコンセプトにぴったりだったため、北欧神話を題材とすることになりました。とはいえ、本作ではその神話に、様々なアレンジが施されていました。例えば、ゲーム序盤で行動を共にするフレイは、北欧神話では男性とされていますが、本作では女性キャラにアレンジされています。ゲーム序盤は、この女性として描かれたフレイが、ナビゲーションキャラとして、主人公とプレイヤーを導いてくれていました。人間界のミッドガルドを訪れた際、フレイはバルキリーに対し、懐かしいかと尋ねていました。それに対しバルキリーは、見ず知らずの土地だから、特別な考えなんてないと応じています。そしてバルキリーは、精神集中の力で、死の間際にある人間の魂に接することになりました。そこには、人間の願いや未練、悲しみや怒りといった、様々な感情が付随していました。それぞれに死を迎えようとしている、エインフェリアたちの切実な物語を目にする以上、プレイヤーの胸の内にも、彼らに対して、何かしらの感情が湧き上がってくるかもしれません。しかし、アース神族の戦争を勝利に導き、オーディンからの評価を得るために、
彼らをバルハラに送り出さねばならないというのが、本作におけるジレンマの一つになっていました。したがって、エインフェリアたち、一人一人の個性と物語を丹念に描くという方向性は、本作にとって、重要な判断の一つだったと思います。それによって、彼らは単なる戦争の駒ではなく、それぞれの人生を懸命に生きた人間であることを、プレイヤーが実感することになったからです。そして本作は、企画当初の戦争シミュレーションとは、全く異なる道を進むことになりました。また、ゲーム的な観点で言うと、育てたエインフェリアを深海に送り出すことは、シンプルに戦力ダウンに直結するため、現在のパーティーの戦力状況を尻目に、誰をどのタイミングで深海に送るかについて、その都度頭を悩ませることになりました。仲間を育てている段階から、いずれは離脱することを想定しなければなりません。ただ、各戦闘で得られる経験値とは別に、特定のイベントをこなすことで獲得できる、パーティーで共有できる経験値が設けられ、新加入のメンバーにそれを振り分けられることで、一定のバランスが図られていました。偶然にも、本作と同年に発売された、俺の屍を越えて行けは、ダービースタリオンと、高校野球を題材にした、栄冠は君にという、育成シミュレーションゲームをヒントに作られました。それは、一つの高校を舞台に、入学と卒業による、選手の世代交代を繰り返しながら、甲子園優勝を目指すというものでした。本作も、エインフェリアの加入と別れのサイクルによって、パーティーメンバーの顔ぶれが、常に変化する可能性のあるゲームでした。本作のゲームジャンルはアクション RPG ですが、説明書にはシミュレーション性を備えていると記されていました。本作を初めてプレイする人は、ゲーム序盤は、プロローグのエピソードも含め、人間界における、重苦しいイベントシーンが延々と続くため、これは一体どういうゲームなんだろうと、初めは不思議に思うかもしれません。しかし、ゲームを進めるにつれ、説明書にある、シミュレーション的な要素の面白さが、おのずと実感できるようになっています。バルキリーに与えられた時間は、無限ではないというフレイのセリフ。この言葉で示されているように、本作は限られた資源の中で、常に取捨選択を迫られる、リソース管理型の思考ゲーム的な側面がありました。本作には買い物という概念がないため、回復アイテムを生成するにも、装備品を用意するにも、その多くを、深海から与えられる、限られた資源でやりくりするしかありません。また、各種武器には、一定の確率で壊れるものがあるため、言うなれば、どの敵に対して、いつ手持ちのカードを切るかといった、戦略的要素も加味されていました。世界の終末まで、残り何ピリオド。エインフェリアとの出会いにも、ダンジョンでの育成にも、ロケーションの探索にも、すべて時間経過が伴うことから、どこに行って何をするかという行動の選択でさえも、思考を巡らせる要素の一つになっていました。この刻一刻と世界の終末が迫りつつある状況は、初見のプレイヤーにとっては、心理的に重くのしかかってくることになると思います。再びフレイのセリフ。勇者の資質を持つ者も、鍛え上げないと意味がないでしょ。いきなり深海に送り込んでも、死ぬだけだもの。各ダンジョンにおける戦闘は、シンボルエンカウント方式で行われますが、一度倒した敵は、ダンジョンに入り直さない限り復活しないため、言うなれば、エインフェリアを強化できる機会にも、おのずと限りがあるというシステムでした。深海に送り出すエインフェリアの装備品でさえも、オービンからの評価対象となる上に、神々の戦争における、エインフェリアたちの生存率に直結することになります。したがって、エインフェリアを深海に送る際は、どの装備品を手放すかという、いい意味で、難しい選択を迫られることになりました。言うなれば本作は、神に投資をすることで、リターンが得られるゲームです。例えば、信長の野望で、内政に投資し、国を富ませ、そこから得られるリターンで軍事を強化するように、神に投資をして、高い評価が得られるほど、より多くの報酬やアイテムが得られ、やがてパーティー強化につながっていきます。本作における、あるイベントのセリフ。この世に、銃が線になるような話は存在せぬ。命を求めれば、命を失うのだ。本作のエインフェリアたちがそうであるように、人間は自分の人生の中に、常に何かを求めつつも、いつか必ず死を迎えますが、
だからこそ人生はドラマチックであり、人はその限られた時間の中に、せめて、何かしら小さな輝きを見出そうとするのかもしれません。エインフェリアたちが、命を手放す瞬間を目の当たりにするからこそ、彼らに対して、特別な思いを抱くことになるのかもしれません。そして、常に人の死と向き合い、常に世界の終わりを意識させられるからこそ、一人一人のキャラクターや、一つ一つの選択と、より真剣に向き合うようになり、それによって、知らず知らずのうちに、ゲーム作品に引き込まれていくことになりました。人間界のミッドガルドは、様々な不条理に満ちています。人身売買によって、子供たちが次々とブローカーに売られていく村。忍び寄る戦争の陰に怯える民衆たち。そして、奴隷市場で召使いを選ぶ貴族。奴隷市場で召使いを選ぶのと、道端に咲く、多くの花の中から一輪の花を選び、植物の命を摘み取る行為に、一体どんな違いがあるのか。結局のところ、それらは同じ行為ではないかと、エインフェリアの一人、貴族出身のベリナスは問いかけていました。選択する側の判断によって、絶えず誰かの人生は変化しているけれど、それはいずれも、神に定められし運命でしかない。そんな中バルキリーは、神々の戦争のために、死せる魂となった人間の中から勇者を選び、神に送る任を担っていました。バルキリーのセリフ。何者も、運命に逆らうことなどできはしない。本作には、封印値というパラメータがあります。説明書には、バルキリーにのみ設定された特殊パラメータ。冒険の進行度に応じて数値が増減しますがといった具合に、あえて曖昧な説明にとどめられていました。これは、ディレクター五反田さんのお話によると、本作における一つの賭けだったそうです。それは、ゲームの数ある面白さの一つは、すべてをわかりやすく説明するのではなく、あえて不確かな要素を盛り込み、プレイヤーに自分で考える余地を残すという考えに基づくものでした。五反田さんの賭けとは、一体いかなるものだったのか。そして、一見何の脈絡もなく、オムニバス形式風に示される、エインフェリアたちによる悲しい群像劇は、一体何を意味しているのか。続きは後編で。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。後編では、エインフェリアの物語の考察、悲しい群像劇に込められた真意、シンプルだけど奥深いゲームデザイン、バルキリーと神々の物語の行方について、さらに深掘りする予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。